ヘンリコンティネンは、フィンランドの男子プロテニス選手。ヘルシンキ出身で、エストニアタリンに在住。自己最高ランキングは、シングルス220位、ダブルス1位。身長191センチメートル、体重82キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。ダブルスで14勝を挙げている。2016年ウィンブルドン選手権混合ダブルス。2016年。 ATP ワールドツアーファイナル男子ダブルス2017年全豪オープン男子ダブルス優勝2016年ウィンブルドン選手権混合ダブルスではヘザー・ワトソンと組3回戦で前年優勝のパエスヒンギース組に3から6、6から3、6から2で勝利するなど決勝に進出決勝ではファラ、グレーネフェルト組に7から6、6から4で勝利し 優勝を果たした。男子ダブルスでは、ジョン・ピアーズと組、上海マスターズで準優勝、BNP パリバマスターズでは、決勝で、世界ランク1、2位のエルベール、マユを破り優勝。ATP ワールドツアーファイナルでもラウンドロビンを全勝で通過し、準決勝で、ブライアン兄弟を、決勝でクラーセン、ラム組を破って優勝を果たし、ダブルスの世界ランキングで個人7位。 チーム4位で2016年を終えた。さらに2017年全豪オープン男子ダブルスでは、同じく、ピアーズと組決勝進出。決勝で、ブライアン兄弟に7から5、7から5で勝利し、グランドスラム男子ダブルス初優勝を果たす。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。